2012年7月28日、福島県郡山市の高蓋公園、高蓋池に来ています。高蓋池は水が抜かれ、緑に覆われています。郡山市は福島第一原子力発電所からおよそ60キロの距離にあります。文部科学省が公表した放射線量の等高線マップによっても、郡山市の真ん中、高蓋公園や荒池の周りにホットスポットがあります。空間の放射線量は現在 1.37 マイクロシーベルトパーアワーです。胸の高さの値です。高蓋公園の周りは住宅地です。高蓋池から流れ出した水が阿武隈川へと流れ下る水路です。道路脇に埃が溜まっていますので、埃の上で放射線量を測ってみます。13.89 14.33 マイクロシーベルトパーアワーです。